皆さん僕がこう見て意外と立派な成人男性なんですよ。だから僕ぐらいになると周りに先生になりたいやつとか先生になっちゃったやつとかいるわけですよ。でもですね皆さん、先生になりたくてなったやつほぼおらん。つまりどういうことかわかりますか皆さん。先生だからって言ってみんな立派な志を持って子供たちを教育したいって思ってるわけじゃないんですよ。そう考えたらそれはさ、もう嫌な先生とか嫌な校則とかあるはずですわ。ということで本日やっていくのは、学校での腹立つ先生や校則やら人間関係全部俺に言っちゃいな。子供の頃って先生が言うこと絶対正しいみたいな思ってたじゃないですか。バカバカしい。さっきも言った通り先生になりたくてなってるやつなんてほぼいないんですよ。みんなね、なんとなく大学行ってなんとなく教員免許取ったからなんとなく先生になっちゃおうみたいな感じになってるわけなんですよ。まあ、もちろんいますよ、立派な志を持って先生になろうって思ってなった人もね。でもそんな本当にごく一部。まあ、他にもね、学校でのストレスっていろいろ溜まってると思うんで、みんなの代わりに僕がボコボコに言います。では早速行っていきましょう。気をつけやれ、お願いします。学校の不満とかどうでもいいからニキビおらんくなってほしい。もうめっちゃ明るい。もう学校の不満なんてね、どうでもいいですよ、ニキビとかに比べたら。もうね、ニキビとテンパが治ったらね、学校の先生がうざいとか校則めんどくさいとか、そんなの些細な悩みなんですよ。学校に行く理由なんでも友達に会いに行くとか好きな人に会いに行くとか、もうそんな感じじゃないですか。だからその上で何が一番邪魔かって言われたら、先生とか校則じゃないですよ、ニキビですよ。変な校則やめてほしい。てか変な校則じゃなくてもメイク禁止とかネイル禁止とかやめてほしい。はいはい、メイク禁止とかネイル禁止とかね、こちらやめてほしい校則ランキングいつもトップのを取ってますよね。なんで学校でメイク禁止のくせに社会人になったらメイクするのがマナーみたいになってるのみたいな、ありきらなことはもう言い飽きたんで言わないんですけど、僕ね、こういう厳しい校則があるの学校のせいじゃなくて、もはや地域の人のせいだと思ってるんですよね。メイクしたりネイルしたり髪染めてたりすると、もう地域の人がキャキャキャ言ってくるから、学校側も仕方なく校則厳しくしてると思うんですよ。まあ、特に田舎の方とかさ、もう学校の周りに住んでるともうおじいちゃんおばあちゃんばっかなんですよ。でそのおじいちゃんおばあちゃんとかね、若かりし頃もっと厳しかったですから、メイクなんてしないし、もう髪も全然遊ばない、もう全員スポーツ狩りみたいな感じですからね。そんでその頃の自分を思い出したおじいちゃんおばあちゃんが、俺たちの若い頃は、私たちの若い頃はとか言うから、もう学校側も厳しくせざるを得ないと思うんですよ。だからこういうね、俺たち世代の人たちがおじいちゃんおばあちゃんになった頃、めちゃくちゃ学校の校則緩くなると思うね。女子校なんですけど、みんな可愛すぎるし彼氏持ち、歩くプリキ大量発生です。歩くプリキって何？わざわざグループラインで喧嘩してたのがあって、通知が122件来てて、よそでやれって思った。あ、もうこれ鬱陶しすぎますね。グループラインで喧嘩するやつはね、もう周りが見てないやつですからね。これね、こういうやつらがどういう風に喧嘩してたか手に取るように分かりますが、絶対 W とかいっぱい使ってますわ。グループラインで喧嘩してるようなやつはね、もうコメント欄とかでもよく喧嘩してます。生徒にお気に入りと嫌いな人作る先生、嫌い大嫌い無理。まあまあまあ言いたいことは分かりますけど、先生だって人間ですからね。みんなだってお気に入りの先生とか嫌いな人いるでしょう。だからもうそれと一緒ですよ。っていう人が本当にいるんだったら、僕がボコボコにします。だってさ、そんなおかしいやん。あいつらお金もらってるからね。生徒がお金もらってないからね、なんか物心ついたら知らないうちに学校で連れて行かれて、いろんな人たちと絡まされてね、もうそんな感じですから。でも先生たちお金もらってるからね、平等に接そうや。こういう先生がもう惰性で教師になったタイプですね。先生のくせに女子生徒何人もと連絡取り合ってるのシンプルに怖すぎる。やっぱり先生も女だからね、女子生徒のことを女として見てる怖いやつがいるんですよ。生徒側もさ、この先生推しですみたいな人いるじゃないですか。でもそれはわかるんですよ。なんかさ、大人びて見えるからかっこいいじゃん。でも先生側からさ、生徒に対してアプローチしていくのなんか気性よね。だって法律でさ、もう未成年はそういうことがちゃんと判断できないから、そういうことするのやめましょうねみたいな決められてるわけじゃないですか。その法律がなかったらですよ、僕もめちゃくちゃね、 JK とかと連絡取りたいですよ。でもその法律があるせいで僕は JK に手を出せないのがね、本当に残念です。何の話？ハゲのくせにナルシストみたいな髪型しやがって、ハゲのくせに調子乗ってやがる、キモいんだよ。ハゲは別に悪くない。平均点50以下の中間テスト作る上、お前らの人生なんてどうでもいいと言った先生ヤバくない？平均点50以下なのはまあいいとして、お前らの人生どうでもいいって言ったのはもうヤバいっすね。別に俺らだってさ、先生の人生なんてどうでもいいわけじゃないですか。でも俺たちはそんなこと言わないのに、だってさ、嫌いな先生でも生きてるんだから、そんなこと言ったらかわいそうじゃんね。ハッシュタグ教育委員会まで届け。舐めてからプリント配らないでほしい。これマジでやめてほしいですね。わかりますか皆さん、プリント配る時とかにさ、自分の手が乾燥してるからって言ってペロってしてからペペペってするやつじゃないですよ。俺のおじいちゃんとかをね、本めくる時とかにペラってやってるんですけど、本当にやめた方がいいなって思ってますよ。こういうことしの本当にもう美男美女だけっていう法律にしません？オブラートに包んで言うと、もうシンプルに汚い。授業を真面目に受けたいとかじゃないけど、先生の注意聞かず騒ぐのうざいからやめてくれ。非常に共感できますね。これもなんかシンプルにうるさいんですよね。何をそんな騒いどんのお前、本当にめんどくさいからやめてくれみたいな。これで先生がこうやってもうみんなが連帯責任で怒られるみたいになるのが一番めんどくさいですか。あとね、そいつが騒いでておもろいんだったらいいけど、何も思んない。ただの騒音。女子ってなんでトイレに行くとき必ず数人で行くの？これ僕男なんですけどね、トイレ行くとき必ず数人で行ってたんで、気持ちわかります。逆に聞きたい。なんで一人で行くの？だって普通に考えてさ、友達と話してる時とかにさ、一人でトイレ行くのってなんか逆に変じゃない？ 4 人で話してて一人トイレ行くんだったら、もう4人で一緒に行っちゃおうよって感じになんない？頼むから4限目に静かな授業持ってこないでくれ。お腹鳴ってみんなに聞こえてしまう。いやガチでそれな、4限目。いやもうもはやね、3限目ぐらいから静かな授業やめてほしいですね。僕でも最近思ったのが、もうお腹が鳴るのって精神状態だと思うんですよ。静かな授業の時とかに限ってお腹って鳴るじゃないですか。でも逆に3限目だろうが4限目だろうが、お腹が鳴っていいようなさ、うるさい時はお腹鳴らないじゃないですか。だから本当にね、精神状態が関係してるのかなとか思うんですけど、ここで一つ僕流お腹が鳴らない方法を伝授しようと思います。バイバイ、めっちゃお腹鳴りそうって思ったら、もうこれでも買ってくれ、グッてお腹をね引っ込めるんですよ。これしたらなんかね、3回か4回ぐらい乗り切れる。でも5回目が来ちゃうと、今まで我慢した分めっちゃでかい音でお腹鳴る。学校の校則でなんで髪が肩についたら結ばないといけないのか未だに分かんないです。まあ先生たちも分かってないです。友達が闇アピしてきます。〇〇はいいよな、楽しそうやし人生楽そうでとか言ってきます。本当にね、闇アピとかやめてほしいですよね。もうめんどくさいし鬱陶しいから。こういうこと言ってくるやつがいたら、僕ねいつも思うことがあるんですけど、お前もじゃあ楽しくすればよくね、楽しくしようと
っと努力してみたみたいな。いやもちろんね、本当に病んでる人とかもいると思いますよ。できるだけ頑張ったけど辛いみたいな人もいると思いますよ。でもこういう闇アピするやつはもう大概病んでないから、もう悲劇のヒロインぶってるだけ。他クラスの男子に可愛いって噂されてて困る。君は人生楽しそうやな。部活でカースト決まると思ってたから興味ないバスケ部入ったけど、しっかりぼっちやってます。やっぱりまず興味がないのにカースト気にしてバスケ部入ろうって思ったところがちょっと陰キャだね。やっぱり自分の興味のあることを楽しそうにやってたら、周りに人がね勝手に集まってくるみたいなのがね、真のカリスマ性ある陽キャですからね。あと陽キャってやっぱりね、バスケとかサッカーとかそういうスポーツに人生で一回はね興味が湧く時期が来るんですよ。そのどれかに一回も興味が湧かなかった時点でもう陽キャではありません。巨乳のくせに貧乳で悩んでるとか陽キャなのに自称陰キャやめてくれ。これねもう自慢の種類っていろいろあると思うんですけど、何が一番めんどくさいかって言ったら相談風自慢ですからね。コンプレックスに思ってないことをコンプレックスかのように話して、そんなことないよって言われるのを待ってる感じが一番だるいですからね。私F カップしかなくてさ、もっと大きくなりたいんだよね。F もあるならいいじゃん。私なんて A だよ。ミクは A でもいいじゃん。何が？進学校に入ったのに中学より笑いのレベル低いの共感性羞恥。何？お笑いの進学校入った。下着検査、白以外禁止。マジセクハラだよな。これね、多分白以外の下着真っ黒とか赤とかつけちゃうと透けちゃうから。で、透けちゃったらそれを見た男子が見てニヤニヤしたりね、興奮したりするからダメだと。本当にね、まあ、男子をバカにしないでほしい。年頃の男子なんてね、下着なんて見なくても、女子見るだけで興奮してんだから。教育実習生との連絡先交換禁止。過去恋愛禁止とかマジで誰が決めたん？誰が決めたかわかんないですけど、これね、君たちを守ってるように感じるんですけど、まあ、教育実習生を守ってますからね。教育実習生ってことはまあ、基本20代前半とかそこら辺ですよ。これ辺とかね、学校に来て JK とか見るとね、もう全然恋心を抱くんですよ。うわぁ手出してってめちゃくちゃ思うんですよ多分。こういう間違いが起こらないためにももう禁止にさせていただいております。なんで休み時間とかスマホいじっちゃダメなんだろう。バカなのか。バカです。自分に2ブロックするなって言ってきた高速にうるさい担任が2ブロックして学校来てた。やっぱ先生っていうのはね、2ブロックするなって言って自分がしてたり、廊下走んなって言って自分が走ってたりとかね、そういう感じですから。最初に見た通りね、先生になりたいっていう立派な志を持って先生になる人なんてほぼいませんから、そりゃもう2ブロックぐらいしてきますよ。ハゲろ。部屋作り地獄。仲いい友達はいても私を選んでくれる人はいない。ちょっとこれね、もうなんか人間関係のね、縮図を見てるようで辛いですね。友達を作るときってやっぱ広く浅くか、なんか狭く深くかみたいなタイプに分かれるじゃないですか。まあ、別にそれに関してはね、どっちもいいと思うんですけど、これ何があるかってっ部屋作りさせる先生ね。いや待って、部屋作り自体はまあ必要な時があるからしゃあないとしてさ、もうなんかもう前後の人とかでいいやん。部屋作りが地獄だって思う生徒なんてさ、もう世の中にたくさんいるっていう情報なんて出回ってるわけじゃないですか。そろそろ先生も気づけや。友達がカップ付きシャツで胸持ってるからカップもぎ取って男子に貧乳さを分からせてあげたい。なんでそんなことするん？君も盛ればええやん。体育の時間で集団行動やるのはマジで意味がわからん。俺もこれね、もうマジで意味がわからん。俺が言ってた高校ね、集団行動がマジ厳しかったんですよ。あ、俺の方が全然厳しいよって思ってる人いるかもしれないですけど、うちの方が全然厳しい。体育祭の前とかさ、体育の時間使ってなんか更新の練習とかさ、させてくるじゃないですか。あれもう本当にやめてほしいよね。なんかもう軍隊みたい。シンプルに考えてさ、オリンピックの時とかさ、オリンピックの選手たちイッチねーって入場してないじゃないですか。なんで俺たちよりさ、いろんな人たちから見られてるオリンピック選手がイッチねーってやってるのになるのにさ、俺たちが体育祭みたいなちょっとしか人が見てないところでイッチねーって長な。プールの授業するんだったら学校にドライヤー置いとけ。マジでこれ俺もずっと思ってた。僕も本当にもう軽度だから言うのがおこがましいぐらいの軽度のテンパなんですよ。だからそういう人たちにとって髪が濡れてその後自然乾燥ってもう本当に地獄なんですよ。チュルンチュルンになるんですよ本当にね。あと普通に考えてさ、プールとか髪が濡れた後にドライヤーしないとバカでしょ。好きな人が近くに来た時だけ意味のない会話を無駄に大きな声で話し出すやつ黙れよ。どうしたどうした急に大きい声で話し出してってなるよね。俺もやってた。動物の筆箱使いたいけど陽キャ女子が使ってるイメージだから使えない。ちょっと待ってね、今時の陽キャって動物の筆箱使ってるんですか。俺高校がちょっと男子校だからわからないんですけど、中学の頃とかはね、女子はよくカンペン使ってましたよ。なんか友達同士でね、上と下のやつをね交換してね、友達みたいな感じでやってましたよ。待って、これがあれか、ジェネレーションギャップや。